はい、どうぞ。みなさんこんにちは、アリセチャンネルの時間です。今日は何の化石これ？それは高鍋で取った化石だな。もうちっちゃくしてくださいね。その中から微化石っていうのを取ります。わかりました？うん。よし、今日はマリンちゃんもお手伝いをします。マリンちゃんも岩をちっちゃくしてください。はい。よし、じゃあ始めてください。いいですよ、どうぞ。ゆっくりせんと、あ、そうだね、そっちの手でせんか。でないと自分の手を打っちゃうぞ。まあそれでいいや。そう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 、それでいい。できるだけ小さくしてください。そしてそしたらジジがね、拡大鏡でサメの歯がないかどうか、耳石があるかどうか、オカプリーナが入ってないかどうか、いろいろ探してみます。ハイチュウ食べながら作業します。外は雨ですから、どこにも行けなくてまあそれでもいいけど、できたらマリン、ちっちゃい方で打ってほしい。こっちの方で打ってほしい。これすると化石がぺちゃっとなるから、これこっちの方で。マリン、こっちの方がやり方。見えた。ね。それが嫌だったらこっちの方のおじっちでもいいですよ。結構これちっちゃいぞ。軽いぞ。これでいい。できるだけちっちゃくしてくださいね、塊をね。あれはそれパワーがないんじゃないか。安全やけどパワーがない。あれ、さっきの金づちはどこ行ったんだ、大きなやつ。あれ、あれ、全然わあれ、金づち3つあったんだ。手を怪我さないようにしないよ。マリン君も手を打たないようにする。お、少しは削れたじゃないか。どうぞどうぞどうぞ、端っこの方から削る。手をこうやって、うん、何、落ちてる、壊してる、壊してください。切れこれ、いつもの名前間違えるんだけど。
ノンノンノン。